はい、どんどん行くどん、行くたどんということで、ゾレリカ46です。はい、ですね、まあ、今回は、まあちょっと、2日経ってしまったんですが、まあ善悪の方のですね、レポート、あとはまあ収穫の方ですね、撮らせていただきたいと思います。BGM はですね、ワンオクロックのですね、完全感覚ドリーマーです。最近この曲結構気に入ってます。はい。はい。じゃあまず、収穫からいきましょう。今回ですね、まあ5セット買えなくてですね、まあ人がすごい人で、はい、本当にすごい人でしたね。はい。でなので、まあこちらの方はコンプしたんですけど、こちらの方はですね、勝木さんから、あ、奥さんから、はい、奥さんと、あとグランツさんから、K で引かせていただきました。ありがとうございました。はい、これなんかね、はい、もうなんかあいあい傘してる感じで結構好きなんですよね、自分は。写りが、はいはい、ということです。あ、まあこれまあ背景にしておきましょう。はい、あとはですね、今日絡ましていただきましたのは、まああの、まあいつも勝木界隈の、皆さんと、あとは、大吉さんとですね、まあその、界隈の皆さんですね、あとはロビンさんとか、まあ約束などありまして、絡ましていただきました。はい、まあそうですね、あとは、まあ握手会に毎回なんか松葉勢で来てる、髪の毛の色が特徴の的なね、人がいるんですけど、ちょっと名前はね、あれなんですけど、出て、来てなかったんですけど、はい、まあ自分障害者枠で行ったので、その人ともまあ仲良くなりました。はい、はい、いろんな人とね絡ませていただきましたね。はい、まず、こちらですね、はい、風乳のイクちゃんのチューですね。はい、こちらの方を、勝木さんから、引かせていただきました。ありがとうございます。それでですね、大吉さんからですね、まあこちらの方ですね、無償でいただきました。はい、はい、こんな感じですね。バレンタインのよりと、おいしゃんの封入と、マネキンの封入中と、火曜日のいくちゃんと、あ、すいません、走れバイシクルの引きですね。はい、ありがとうございます。本当にね、無償なんで本当に嬉しいですね。はい、まあそうですね、はい、じゃあ、あ、そうですね、あと忘れてました。グランツさんからですね、こちらの方、マーヤのですね、111枚ですね、はい、の方をですね、無償でもらいました。はい、これすごいですね、これ。はい、まあ一応無償じゃないんですけど、今度松村の方、まあ1枚か2枚ぐらい、はい、まあくださいということで、あれだったんですけど、いや、こんだけすごいですね。これ111枚ですからね。多分自分、マーヤだけでも400近くあると思いますよ、本当に。これで、やばいですね、本当に。はい、いや、これですね。はい、あと、まあ、これはですね、あと、別枠でですね、紹介したいなと思います。まあ、そうですね。はい、そういうことです。まあ、じゃあ、レポ行ってみましょう。レポはですね、まず、まあ、6時半に自分着いたんですけど、会場、まかりの方に。人がすごかったですね。6時半なのに、もうすでにレーンじゃないか、ホールが1から8まで1列ガーッとなってるんですけど、その1列全部もう埋まってましたね。まず人が。すごいですね。6時半ですよね。ほんと。いや、善悪、まあ、前回ので気にならないほど人がすごかったですね。はい。はい、まあ、それで、まあ、ライブの方はですね、2期生の方の、披露がありました。まずはね、2期生の、披露が、ありまして、曲はですね、確か、走れバイシクルと、制服のマネキンかなと、あとは、まあ、会いたかったかもしれないでしたね。はい。すいませんね。はい。噛んじゃいました。はい。まあ、そんな感じですね。まあ、ありまして。あ、ちょっと BGM もう一回流していきます。もう一回完全感覚ドリーマー流していきます。はい、まあそうですね、まあ2期生の方はそちらの曲の方ですね、披露していました。まああとですね、人間という楽器ですね、の、初お披露目もありました。はい、あとはまあ誕生、生誕祭ですね、合同生誕祭というのがありまして、まあリンゴがね、まあ13歳のリンゴ姫、まあ、
言ってたんですけどね、2期生で13歳が来てしまったということで、12歳がいいですか、何歳がいいですかっていうのがありまして、もう会場が面白いことになってましたね。はい。まあ、あとはマイアンがですね、なんかユッタンの誕生日の生誕祭の時ですね、口の中にイチゴを5個ぐらい詰められたということでですね、まあ逆にね、ユッタンがね、マイアンの口の中にイチゴを10個ぐらい入れてましたね。はい、面白かったですね。もうマイアンもアイドルじゃないような顔をね、してましたね。マジかみたいな。はい、面白かったですね。はいはい、まあそんな感じですね、ライブの方は。で、自分はですね、まあ握手が、あったんですが、まあ握手の方はですね、ちょっと話すとねかなり長くなるんで、はい、まあ次のマーヤの枠でですね、雑談の方で入れさせていただきたいなと思います。はい、まあそうですね、まあ一応まあ障害者枠ということでですね、全国握手会、全国握手会も個別どちらも合わせてですね、まず合わせて初めてね、最善を取れたという、鍵開けですね、はい、取れました。はい、まあ障害者枠だったんでしょうがないかなと思うんですけど、はい、まあ取ることができました。はい、まあそんな感じですね。それでまあトマトの方はですね、まあマラソンの話を、すごいねとかいう話をしました。まあでもですね、やはり障害者枠ということもありまして、やっぱり長かったですね。もう個別の紙というか個別の券2枚分はかなり話せたんじゃないかなと思いますね。はいはい、まあそんな感じでした。まあいくちゃんの方はですね、まあまあね、いくちゃんってそういうキャラじゃないんですが、まああることをしてもらいましたね。はいはい、まあじゃあそれはね、次のマーヤの紹介の時にじゃあ雑談でちょっと言いたいなと思います。はい、まあそんな感じですね。はい、あとはまあまあ人間という楽器のね初披露がありましたね。すごいね、振り付けが良くてですね、まあでも自分ね、風になりたいっていう曲あるじゃないですか、ザ・ブームのあれが、もうあれにちょっと似てて、もうなんか面白いなと思ってまして、はい、まあはい、そんな感じですね。まあそうですね、あとはそんな感じですね。まあ今回買えなかったんで、まあね、もう次回はちゃんと、買ってこようかなと思います。まあそうですね、今後の予定はですね、まあ手術がありますので、11話いけなくてですね、まあゼップ東京の方はですね、松葉勢2本で、はい、参加したいなと、はい、思います。はい。まあそうですね。そちらの方で会場の写真が売られた場合はですね、まあ、なんとか買いますので、はい、そちらの方もまた動画に出しますので、はい。また、動画を上げさせていただきます。はい。まあそういうことですね。まあ、BGM は終わったらですね、終わりたいと思います。はい。まあ、9月以降のね、予定はですね、まだ決まってないので、後々のね、動画でまた上げさせていただきます。はい、ということでですね、終わりそうなんで、はい。ご視聴ありがとうございました。